请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。先月オープンしたファーウェイストアです。しかも1階の一番いいところだよ。なんかもうアップルっぽい雰囲気。醸し出してる。色合いは完全に。どれがいいの ？P20 とかだっけ ？M10 Pro。うわ。デュアル。うわ。使いやすい。え、でもこれ下、あ、下のこれで出てくるんだ。これ何？メイト10プロ。メイト10。メイト10。カメラがいいんだよね。うん、ちゃんとライカレンズのライカとか。いやもう iPhone クソだからな。あ、こうしかもここで変えれる。あそこちゃんとそういう設定があるんだ。うわ、これはいいわ。横の店員さん？めっちゃすぐ来たけど。わかんない。カメラどれ？あ、店員さんだった。いや、P20 があれだ。一番新しいやつだ。M10 じゃない。P20 が触りたい。P20 が。P20 Pro。これこれ。あー、こうなったんだ。3つ。トリプル、トリプル。その2つは分かるけど。うわー。なんかサムスンにちょっと似てる。待って、ファーウェイウォッチ。あ、でもここもちょっとあれが入ってる。あの iPhone X と一緒の。マジかよ。うっそー。しかももっと気持ち悪くない？なんかもっと狭い。あー、きやー、気になるなこれは。でも丸くないのはいいような気がするけどね。毎回思うけど、これイングリッシュどこに、どうやったんですか？ないんじゃない？イングリッシュ出てこない。なんか普通に切り替えの暗証どこ？アップルと思います。ないよ。ない。あれ、あ、これだ。あったあった。刺激、できた。おお、いいね。これ文字とか小さくできるよね。あ、あるはず。これアップしました。でもなんか綺麗だけどさ、なんかどう、慣れないからなんか。でも編集しないじゃん。鮮やかだね。なんかちょっとサイド上げちまえば。いや、自分の動きがキモくてあんま見てられない。これがフラッグシップとか P20 プロ。何が違うの、プロとプロじゃない。あー、でも使いやすそうだな。さっきのよりはいい。さっきのやつよりいいの。あって、でもこれがね気になるんだよ。ここが薄いから、このエッジが薄すぎて。慣れるか。そっか、そこは物理ボタンがあるんだ。そう、物理ボタンが1個ある、ちっちゃいのが。で、こう前のトレンドと一緒で、こう上に上げたらこれが出てくる。マジ？あんないと出てこないんだ。10倍ズーム。とりあえずファーウェイはカメラがやばいってことだけはずっと思ってる。ライカのレンズ使ってる時点で、どっかのタイミングで望遠側のレンズに切り替えたりする。ちょっと動画性能だやっぱり。あ、そういうことか。 HDR やってんのか。まあいいや、はい、でもまあ操作しやすい。